むずい。切れる。むずい。ね。落ちすご。落ちすご。こんにちは。おみでーす。今日も落ちすご。始まるよー。この前すごい雨降ったじゃないですか。てか連日雨降ったじゃないですか。でお気に入りの革のブーツがね、これめっちゃ愛用して履いてるんですけど、4年ぐらい履いてるんですけど、雨の日に履いてしまったわけですよね。ブーツを革のしたらめっちゃ痛んでショック。まあ、ミステリーってやっぱむずいですね。いや嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃないんですけど、ちょっと回りくどい的なとこあるよねっていう。いやこちらの本がなんと40冊目の本になってるんですけど、そんな40冊の節目にふさわしい、またまたこの史上すべての日本ミステリーの中でベスト10入りの第2位の本を X さんに選んでいただいて読んでまいりました。あ、今日読んできた本はこちらです。中井秀夫さんの虚無への供物、上下巻です。あるゲイバーで出会ったアリオっていうのが主人公で、その主人公とゲイカップルが仲良くなって事件を解決していくんですよ。絹間家っていう大きなお屋敷に住んでる家族があって、絹間家の人間は代々なんか変な死に方をしてる人が多くて、でなんとアリオ、主人公のアリオはその絹間家と遠い親戚なんですね。でその久男とそのフィアンセのムレタはミステリー好きで、であなた親戚ならその日沼家にちょっと首突っ込んで事件を調べてきなさいよみたいな、その日沼家の秘密を調べなさいよみたいな感じで言われて、で首を突っ込むって感じ。なんかふわってしてるんですよ、 上巻は全部。だからなんか眠たくなっちゃった、すごい上巻読んでて。もういい、分かった、推理の話はいいから早く突き止めろやみたいな気持ちになっちゃうんですけど、でも下巻読み始めて一気にこう推理がなんか光が差し込むんですよ。だからすごい下巻の方が面白い。ちょっと直前の話する前に、さっきあのゲイのカップルのあの七久男さんって言ってたんですけど、七村久男でした。訂正してお詫び申し上げます。大変失礼いたしました。落ち直前はその突き止めようってなって、そのついに日沼家のお屋敷にね、その主人公のアリオと七村久男が2人で直撃しに行くわけですよ。でその直撃した時にその日沼家のお屋敷で見た光景っていうのが、もう確実にいやお前犯人だろみたいなことを見つけてしまったんですよ、その2人は。そしたらその犯人だと思われてた人が、実は一番最初に死んだはずの浩二っていう名前の兄さんのことを僕は見ていったんだって言って、死んだはずの人が出てくるんですよ、直前に。じゃあ中井秀夫さんの虚無への供物の下巻の340ページから解禁していきます。むずい。思ってたオチと違いましたね。宗教的な感じでみたいなで犯してしまった事件だった。でも最後にそのってた、まあ、群れたが最後まで面倒見るつもりで俺はこの小説を書いたから、一緒にパリへ行こうって言ってパリへ行く。オチ当たったことないです。だってオチって意味わかんない設定が加わったりするじゃないですか。わかりますか。なんか実はあの番号は、電話番号はこの時期からこの時期まで有効だっただけであってみたいな、そんなん知るわけないやん。そんなん当てられるわけなくないですか。切れる。うぜえ。肘かゆ。じゃあ虚無への供物、おみびっくり度は5。なんか難しい本位じゃないですか最近。理解をしなきゃって思っちゃってダイレクトにびっくりできないです。おみ
落ちむず度は8。わかるわけないね。さっきもお伝えしたんですけど、これでついについに40冊を迎えました。40冊ですよ。考えられへんわ。あ、倒れるか倒れるか。あ、私の我が子たちが。39タイトルが限界でした。次回からはね、積み方を考えて倒れないようにしたいと思います。おみちゃんのおまけコーナー。この前オチスゴの撮影でなんと京都に行ってきました。あの撮影の様子は近日中に公開するのでお楽しみにしてください。超楽しかったです。撮影終わってご飯食べに行こうってなって、京都駅から一駅の七条駅からすぐの吉野っていうお好み焼き屋さんがあって、超有名な、なんか知る人ぞ知る、そうネットで超評判のお店があって、まあ、気になるじゃないですか。超楽しみにして行ったんですよ。撮影終わってお腹も空いててふーって行ったら、なんと急に原因不明のね、頭痛と吐き気に襲われまして、本当に人生で5本の指に入るぐらい気持ち悪くなって、なんで、何あれ、本当に私お好み焼きの匂い嗅いだら治ると思ったんですけど、お腹空いてたのかなと思って、お腹空いてから来るなんかもう疲れとみたいな、頭痛から来る吐き気みたいな感じだから、お店の中入ってうわってお好み焼きの匂いを嗅いだ瞬間にちょうどその予約が取れた席が、あのカウンターの目の前の席でね、超特等席ですよ。目の前で作ってるのが見れるような席で、マジもろに熱気と匂いを感じられる超いい席だったんですけど、その時の私にはマジで地獄でみたいな、もう私これダメだ、今日せっかくあんなに美味しいお好み焼きが目の前で焼かれているっていうのに食べずに帰ることになるであろうと諦めかけたその時、お店のおばちゃんが気遣ってくれたんですよ。おばちゃんが本当にいい人で、おばちゃんの優しさによって私はなんと奇跡的に回復しまして、気づいたらそう原因不明の吐き気が治ってて、もうね反動で 2.5 人前ぐらい食べました。お好み焼きとおむそばとオムライスとホルモンとみたいな、1ミリも焼きそば1本も喉を通らなかった時からもう180度回復して食べれたっていう復活劇があった京都編でした。オチスゴ京都編で私はなんと初挑戦のことをしてきたので、ぜひそれもお楽しみにしててください。じゃあ次回は40冊終えてシーズン4の総集編をお届けしますので、ぜひ見てください。まったにゃー。